こんにちは、佐野仁と白瀬です。今回はヤブ展の2本目でーす、フィギュア前代取るまで終われまってんえぐっていうのが究極の企画ですけれども、まあ、前代プレイですね、していきたいと思います。お店が全部で70台ぐらいある中で、フィギュアがね、さっき数えたら30から35ぐらい、妖怪みたいな扱いでいいですね。そうですよ、あ、ねじれますね、寄せなければよかった。あんまり、いや、でも動くよ。で、10個まで OK ですよ。10個はやばいでしょ。右奥がもうだいぶあって、うわ あ、そうなんだ。すごいアクロバティックな動きしたけど今。刺さっちゃう。大丈夫、見たいパワーギュン。まあ、ですよね。戻す？そうです。あ、重心が、そう、あ、はい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 、あ、悪くはないですね。ほら、うわ、真ん中狙えばどっち重心かが分かるんで、やっぱ下っすかね。あ、パワー中、グリップも中、集中トレインからの、あー、やばいやばい、お、惜しかったな。これでいけるか。いける、いける、いけめ2個目こちのかな。実写化決まりましたね、ルビーというか。あ、そうっす、そうっす、映画、映画で、しかも確か劇場版推しの子、実写版、実写版推しの子強っ。誰ですか、誰。ルビーちゃんは渚ちゃんですね。渚というとどちらの。元アイドルの渚ちゃんですよ。リアガチアイドルなんでね。そうです、表重心なら倒れないはずいや、すごいんだよな、下まで行くんですよ。ミリミリ、チューブの切れ目の隙間に入ってます。逆に厳しいんじゃないの。ねえ、チューブの隙間にダイレクトアタック、やめてよ。あ、取れちゃう。センキュー、センキュー。そっち行くのか、ちょっと変えたいですよね。あ、立っちゃう、立っちゃう。あ、今の感じ表重心ですかね。なんとかダメ、おらー、いかないよ。若干のスライドで、あ、うまい、うまい、よいしょ、オッケー。マニアック動画、みんな見てね。また推しの子、推しの子いっぱい出ますよ。実写の放送はいつなんですか、上映教えてくださいはい、調べます。はい、当たっちゃうかな。大丈夫、でもすり抜けるわ。あ、ねじれが強いっすね。もういけるんじゃない、そんなに几帳面に寄せなくても。きっと、いや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 、もう完璧です。完璧、これなら倒れないでほしい。完璧子、よし、いや、完璧子ちゃん、初日から無制限対象商品ですね。やだな、美味しいよな。 いけます、いけます、ありがとうございます。はい、イケメン、イケメン、うわちゃん、あんま寄せない方がいいのかもしれないな。いろいろ研究していきましょう。アームのねじれは全体的にない。そう、あんまり寄せない方が、はい、あ、そこじゃない、手前、そう、そうっすよね、そうっすよね。あ、刺さんないで、よし、あれ、生きる、悪くない、生きる、いいよ、そうそうそう、どうなら抜けちゃうと思うんだよな、ほら、そう、さあ、いけ、いや、ダメだな、え、いけー、あ、ちょっと動いた、本当に、でも、これで浮いちゃうかな、ナイス、これで斜めになってくれればな、そうそう、かなり際いですけど、そうです、これで角度ついてほしい。飛べ、飛べ、さ、そう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 、正解は縦はめじゃない。あれ、ちゃんと左手もサポートしないと。左手は添えるだけ、いいよ、いいよ、よし、6個までいきます。トガちゃんゲット。これワンパンするのが夢。お昼寝かも、うわー、もうちょい奥だったか。この両角を持ってばワンチャンとかあるんですけどね。マジで、取れれば OK、 再現性はちょっとあれかもしれないけど。あ、これまたレム、
そう、レムちゃんフィギュアめちゃめちゃ多い。10個までいける。ナイス。いいよ。やっぱり10個、もう無制限じゃなくて10個なんですもんね。さあ、ナイス、刺し。くるっと。刺さりすぎて。どんだけいいの、レムちゃん。ねえ。すごい。レムちゃん、ラムちゃんじゃなくてレムちゃん。うわぁ、これで回ったりもしないもんな、きっと。今の動きを見るに、斜めはめにはまれて。そっから。いやぁ。何気に副船長ですからね。さすが、ワンピースマニアが語りますね。マニアではないけど。あ、モテちゃいそう。やめてよ、倒したいのね。とりあえずね。よっす、刺せ、刺しすせそう。あ、刺さりすぎてんじゃない、大丈夫か。大丈夫、刺せ。キャッキャッキャ。やっぱりな。どうなってんの、やろう。これもあるな。いいよ、あ、表重心でちょ、お願い、ぐるんぐるん。あ、俺は海賊王になる。それ言ってないよ。やっぱ全体的に寄せちゃダメな気がしますね。あー、持っちゃう。初手こうなる。あー、取れるんじゃない。休憩を挟み、さあ一旦小休憩を挟み、こちら可愛いですよね、性格も全てが。衣装がエロすぎでしょ。まあそんな時もあるよね。末広がり。そうですね。あ、末広がりだ。でもどうしようかな。なんとかなる。ブンブン。スッ。そう。手前に立つか。はまれ。うわあ。いいよ。あと。パパパパパ。いいよ。あるよ。あるよ。ないか。やれることはここしかないですね。そっち。うん。倒していくってこと？そう。じゃないともうないと思います。ルートが。いやー、こうなるとねー、ギリギリ。オッケーオッケー、完璧からの、うわしゃ、押し込んで奥へ。ナイス、スチャッスチャッスチャーン。よし、楽しい。推し面ゲット。やりましたけど、やるのね。まあ、一回でやめるんで、頼むよ。ワンピース、レディース勢ぞろいね、レディースが。そう、メガパンク、いろんなとこがパンクしちゃってます。そういうパンクじゃないです。あ、そうなんです。これはね、激アツ。つだって10個までですもん。 ありがとうございます。あるあるある。え、唐突なんですけど。すごいよ。サービスやりたくなっちゃった。この相方のルフィはいないですね。相棒はいない。はい、ちょっとでも止まれ。なんだなんだ、止まらないで。ダメだな、ここに一回でやめていこう。あ、ほんとだ。あ、でもやりたくなっちゃうな。よし、これでほら、いけ。あー、ちょ、やかなかったか。逆ねじれで、あれ逆ねじれで、あ、ねじれないですね。ねじれない。で、真横にしてゲットです。うわー、ゲッターゲッター。ファッションフィギュア。あー、もう余裕っす。 ありがとうございます。やばいやばい、ワンパンチです。重心なら、あ、太鼓の達人、和田丼、和田勝。これフィギュアですか。フィギュア、スピード光るって書いてある。アクロバティックすぎる。いやー、押しが強い丼。こもって、うわー、うまい。うわ、今必勝したから。押しが強いんですよね。寄せまくって、そのままそう押しますよね。で、左足先にかかるんで落ちるという三段ですよ。さあ、強かった。変わらなかった。あー、でも悪くない。推しのクレナ、ドン、じゃんじゃん、ドンドン。そういえばワンコそばとか食べたことあります？ないです。マジきついっすでしょうね。限界突破しなくちゃいけないんで。引かれ、引かかんないか。まあ次回、ね、四国四国に行くんで、ワンコうどんでも何でも挑戦する機会がある。いや体にダメージ。バランスキャッチするのは夢。いや、頭がやっぱり。これで若干奥な気持ちがするが、
ほらほら、完璧です。完璧こ。アクションビーム。頭が重い。ジョン。すごい。乗ってきた乗ってきた。やした重心か。キャラ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 。いやー、やめられない、止まらない。カッパエビ戦。じゃんじゃん。押し強いんだー。いける。やれる。いけるいける。いける子。いや、そっちそっち。乗ってる乗ってる乗ってる。さあ、映画決まりましたね。ね、4部作でしたっけ？3部作です。なんで1本増やしたんですか？サメミ。あー、あるある。これもバラ…あー、マジ。マジ。これ6個までいけます。ねーねーねー、こっから始めなきゃいけなかったんじゃない？そう、一旦ね、一旦これ、これ取ればコンプ？そうですね、この列は大体。そう、どうなのどうなの。押し強いんだよね。なるべく奥やりました、これ。いけるよ、いけるよ、いけるよ。そうそう、と引っ掛けて手前に乗せてジャンですね。おー、オッケー、完璧っすね。そっから、うわー、ワンパン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 。すべてはバランスキャッチが夢。あんねね、あるあるです。また持つんかい。いいよ、いい持ち方。また持つんかい。奥へゴー。あー、いい。いや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 。ああ、いい、いいよいいよ、決まってくれ。ダメー。カシャバが広いんでここっすね。で反動でチャン。ああ、今もう前代行きました。実質前代。心残り、心残りがあるとすれば、これを入れてやっぱ35台ぐらいですね。これ一番奥です。ここが一番奥なんで。どうなの。でも箱の形的にヤバ。アーニャペーナッツが好き。それ違う人。あー、簡単です。このムイ君は取れそう。まあ初動ですよね、すべては。ほら、ヤバヤバ。これがマモちゃんの台でした。先輩ありがとうございます。番外編、このフィギュア取ります。フィギュアじゃないんで、それ。あー、そういうことです。ですですです。やばいやばい、えぐい。1,2,3,4,5,5 ゴリラ。奥に回るじゃないですか。そう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 。えぐここのフィギュア、えぐ。フィギュアじゃないから、このフィギュア、このフィギュア。フィギュアじゃないから、それ調べたい。えぐ、やばいやばい、えぐ、やばいやばい、えぐ、こっちやばい、滑ってくる。やばい、手震えちゃった。やばいなぁ、何、どういうこと。ここここここ、あ、これミスか。ここじゃない、ここじゃない。さあ、どうだ。そ、ここここここ、うまい、うまい。あー、いや、もうやばいってこのフィギュア、ここ。はい、というわけでヤブ店でした。感想ですね、フィギュア界もバンバン終わりませんでしたが、各所ねバランスキャッチできて、この店舗の特徴としては寄せすぎない、もう雑貨もフィギュアも、そんな印象を受けました。いや、面白かったな。最後のフィギュアも楽しかったしね。小さいお店だから2本いけるかなと思ってたんですけど、やばかったですもんね。取れすぎちゃってどうしよう。7月28日日曜日は無料千本釣りイベント、千本引きですね。8月4日は無料ワクワクさんスーパーボールすくい。ワクワクさん、冷たいプールのたくさんのスーパーボールを広げてお待ちしております。海遊館の店員さん VS じゃんけん大会、じゃんけん王になった人には賞金100万円。全然そんなこと書いてないからね。そうですね。勝負のじゃんけんに勝利すれば豪華福袋がもらえる。負けても3カ所ありという。一番キンキンのイベントはこれですよ。7月15日、キンキン。7月15日、16時から17時まで、最寄りの方はぜひ、亡くなり次第終了で、お一人様1回限りとなっています。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバイ、また見てね。今夜の晩御飯、うたとみ。デザートがついておりますので、食べ終わりましたら奥の方へお願いください。はい。
次回海遊館2泊3日旅最終章洲本店へ続く。